今回は新緑の季節の京都にやってきました。今から45年前に私が学生時代を過ごした町です。南禅寺の観光からスタートしましたが、他の観光に来た方と同じように湯豆腐を食べたり、観光スポットに来てみても物足りません。それより昔の懐かしい場所に行ってみたいと思います。丸山公園を抜けて最初の懐かしい場所に行ってみます。京都市丸山公園音楽堂です。ここでは当時たくさんのイベントがありました。まだ学生運動が少し残っている時代でしたから、ここでの集会にも参加していました。また音楽でもフォークソングなどの会もたくさんありました。また一番懐かしいのは野球の同志社と立命館の試合の前に、ここで同立戦の前夜祭がありエキサイトしたのを覚えています。あいにくこの日は平日で何もイベントが開催されていないので、中に入って見ることができませんでした。空から音楽堂を見るとこんな感じの緑に囲まれた場所です。残念ながら鍵が閉まっていて入れませんでしたが、また何かのイベントで来てみたいと思います。懐かしい丸山公園音楽堂はこんな感じでした。ではここから八坂神社の境内を通って次の場所に行ってみます。賑やかな八坂神社前を少し北に行ったところに祇園会館があります。現在は吉本祇園花月の劇場になっていますが、2012年までここには映画館がありました。この場所、大学生の頃には気分を発散できる懐かしい場所でした。1985年までジャンボというディスコがあり、記憶では円形の広い踊れるスペースがあったと思います。さらにその後ここは1996年までマハラジャ祇園だったと思います。あと映画館で思い出せば、当時日常時に京一会館と四条大宮にコマゴールドという安い映画館があったのを思い出しました。では次の懐かしい場所に移動します。当時学生にはあまり縁がなかった場所です。川と木屋町通りに挟まれた風情たっぷりの路地です。お茶屋や料亭が並び、大学生には縁のない場所でした。ですが1970年に本土町でも大学生が飲みに行ける居酒屋がオープンしていたのです。大学生でも本土町で飲んでいる、当時の自慢でした。その店に行ってみます。カブレン城の前を右折して本土町の通りに入っていきます。京都らしい風情のある場所です。
なか初めて行くと入りにくいお店が並んでいますがありました。ここが昔大学生が飲みに行けると自慢できたお店です。水新は今は京都市内にたくさんある居酒屋さんですが、当時は数も少なかったと思います。でも昔はこのお店は本店ではなかったのではないでしょうか。昔の飲んで大騒ぎしていた時代を思い出しました。最後に本土町から歩いてすぐの今回の動画で一番お伝えしたい場所に行ってみます。そこは河原町三条から一本下がった通りです。木屋町からその通りに行ってみました。左側には昔にはなかった大きなクロスホテルです。その前のビルの地下に1939年からあった田園が今回一番来たいところでした。悲しいことにこの田園は2020年の4月に閉店してしまい、行った時は工事業者が入って工事中でした。きっと閉店にはコロナの影響もあったのだと思います。このお店について40年以上前を思い出してお話ししてみます。当時通っていた大学の正門の前でこのお店のサービスチケットが配られていました。そのチケットにはジンのボトルキープのチケットがありました。当時ジンをベースにしたジントニックやマティーニなどは大学生にとっておしゃれなお酒でした。このお店には大きな楕円形のカウンターがありました。バーテンさんがカウンターの中に入ってカウンターを取り囲んでお客さんが周りに座るというスタイルでした。当時は丸いカウンターだったので前に座った可愛い女の子のグループがあるとカウンターの中のバーテンさんにあの女の子にレーズンバターあげてとお願いしてその女の子とお友達になるようなことがよくありました。当時レーズンバターはおしゃれで人気でした。若い学生時代の思い出のお店がなくなってしまったのは残念でした。この場所から三条大橋の方に向かいます。当時飲んだ後のラーメンのミンミンはまだありました。三条大橋でシニアのぶらり散歩は終了です。自己満足で自分の思い出の場所を回った動画でした。自分で思い出せる情報だけで作りましたので間違っている情報もたくさんあると思います。ぜひいろいろな情報をコメントでいただけると嬉しいです。最後は等間隔でカップルが並ぶ鴨川の様子です。ご視聴ありがとうございました。よろしければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。